こんにちは、銀座一輪の三田崎です。またお会いできました。今日は、半幅結びの吉兆っていうね、帯結びをやってみたいと思います。半幅ですから普段使いなんですけれど、ちょっと格の高い、そういう格調の高いね、帯を使っていただくとパーティーシーンでもできると思いますので、最後まで見てくださいね。今日の出来上がりはこんな感じです。では最後まで見てください。はい、ではまずご用意するものからお話ししていきます。半幅帯ですね、こちらね、だいたい私で3m80使ってるんですけど、これではちょっと長すぎますね。少し折り込んでますので、ちょっと短いのをご用意ください。それとクリップが1つね、いつもの通りクリップを1つご用意ください。はい、では始めます。先ほどとね、ちょっと黒だと分かりにくいので、反対側の赤でやってみたいと思いますね。こちらのが分かりやすいかもしれないのでね、手先が、手先から60センチ、60センチって難しいと思うので、まずは30センチ取って、また30センチ取ってくださいね。そうするとここが60センチになります。で、これをクリップで留めていただいて、襟にこう合わせますね。輪が襟のとこ、こう来るようにしていただいて、板のところへ留めますね。で、ここを右手で押さえていただいてね、こうして2周しますよ。はいね、上からかぶせて2周しますね。2周すると右手に出てきますね。必ず帯は下を持っていただいて、ちょっと 上から落ちてきましたけど、こう左手は最初の1周目の下を持ってください。見えますかね、ね、ここを持っていただいてぐーっと締めます。よいしょ、ね、もうちょっと締まるかな。はい、そしたら左手にぐっと押さえていただいて、そして右手でクリップを外して下から留めます、ね、で、そこから右のクリップのところから半分に折り上げます。こんな感じで、ね、ちょうど真ん中になるように、ここまで、はい、ちゃんときちっと締め上げてください。はい、しっかり左手で持っててくださいね。で、真ん中に手先を持ってきていただいて、上から、ね、この三角のところを通します、ね、必ず輪を持ってくださいね。輪を持って上に上げます。で、下にこう引き下ろす感じでね、締めますよ、ね、ここを三角にきちっと折っとくと、よいしょ、ぐっと締めていただいて、左をぐっと右手で上に上げて、ぐっと下げて、で、ここで緩まないように少し反転させます。ね、襟にこう近づいてきましたから、輪のところをクリップで押さえときます。ね、そうすると緩んでこない。ね、はい、ここから次に行きます。はい、タレの方もね、2つにきれいに折ってください。ね、で、ぐーっと、右の方に引き寄せとくと、ね、ここが緩んできません、ね、で、ここから、半分にしていただいて、輪を下にしていただいて、ご自分の肩幅ぐらいの輪を作っていきます、ね、私の肩幅はどれぐらいでしょうか、ね、こんな感じで、ね、はい、で、クリップを外します。で、また右の下のところにちょっと押さえで置いとくといいですね。で、あれ、手先ですね、手先が上から、ぐーっとこの脇のここから出てくるように、ね、一結びします。こんな感じ、真ん中じゃなくてもね大丈夫です。ぐっと、よいしょ、一結びします。こんな感じで、はい、ぐーっとこう下に落ちる感じですね。
ね、この時にこの下のタレとこれ上にあるもの手先が同じ長さが一番きれいに出来上がるんですね。でやっぱりこの帯少し長いので同じぐらいにこう内側に折っておきます。こんな感じですかね。ね、折ってちょっとここをクリップで留めときましょう。よいしょ、ね、よいしょ、こんな感じです。はい、次に上の羽を作っていきます、ね、上の羽はちょっとこう自分で手を入れてこういう形を先に作っときます。こんな感じです、ね、折り上げて、でここに輪をこう下にするようにして、ここにここです、ここに下のものを入れていきます。これね、途中でクリップ外してくださいね。鏡を見ながらやるとね難しいね。自分の感覚でやりましょう。これね、クリップ取ってよいしょ、こういう感じね。これ黒が出ましたけど、こういう感じよいしょ、毎回やるたびに形がね少しずつ違ったんじゃないでもこれがいいとこなんですよ。アー幅もね毎回ねちょっとアレンジが変わったり、さっき色を黒とね赤と変えてみました。これ全部表ですね。こんな感じですね。こうちょっと元気が出るでしょ、羽が上向いてますからね。それでぐるーっと回したら終わりです。はい、では回します。クリップ忘れずに取ってくださいね。はい、では右袖をねちょっとこう内側にこうしといていただいて、ぐるーっと回しますよ、ね、はい、はい、こんな感じですかね。はい、後ろを見てください。いかがでしたか皆さん、いろんなバリエーションでねこの帯結びは楽しめると思いますので、クリスマスのパーティーとかちょっと華やかなお席でもいけると思います。必ず覚えてくださいね。では次の動画でお会いいたしましょう。いいねボタンと、チャンネル登録をお願いいたします。はい、今日のおまけです。今日の帯はリバーシブルになってますので、ね、こうやってちょっと折ってみたりして、楽しめる帯になります。皆さんもね、こういう風にしていただくと雰囲気がね、変わって何の帯してるんだろうっていうね、下も折っても大丈夫だと思います、ね、こういう風にされてもいいし、こうやって、帯を楽しんでください、ね、綺麗に折った方が面白いかもしれないね。よいしょ、帯締めとかしないで済むかもしれません。よいしょ、ね、よいしょ、はい、こんな感じで楽しんでくださいね。